ハレルヤ、シノビナを賛美します。2022年1月最初の礼拝はリモートになりましたので、賛美を、ここからお届けしたいと思います。では主の祈りから、みんなで、せーの。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アメン。では一箇所、聖書箇所を、読みたいと思います。ローマ8章28節ですね、お読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。今いろんな、場所にいろんな状況に置かれている方がいると思いますけれども、全ては無駄ではない、それことさえも、良いことのために役立たせてくださると、聖書は書いていますので、いろんなことがありますけれども、今年も神様と共に、神様の御言葉と賛美を握りしめて生きて歩いていきましょう。共に歩いていけたらと思います。アメン。では賛美していきましょう。
けが私たちの生きる理由ですという賛美でした。では、次はですね、走り続けるを賛美していきたいと思います。私たちは今年2021年も走り続けてきたかな。どっちかというとなんかこう這いつくばって、歩んできたという感じですけれども、私たちは神様に与えられた信仰の道をですね、歩んでいきたいと思います。走り続けていきたいと思います。Thank you.
私たちは賛美の生贄、皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げていきましょう。